さんこんばんは、2回目の参加をさせていただきました、フリスピーディの、リュートのための古い舞曲とアリア第3組曲の第1楽章を演奏しました、常にメロディーを担当するという一番最後のビオラの部分も1ビオラが担当するというまさにメロディー地獄だったんですが、まあ、聴いていただければ嬉しいです。